皆さんこんにちは、ペソでございます。ハオデン130回目ね、やっていきたいと思います。で、ヒーダーですね。で、ちょっとね、たくさん読んできたのはまあ訓練等もあるんですけど、内政がね、ちょっとついとらんところが、確かね、農業上げられないんですよね。なので、速攻でね、ここあっという間じゃ見れない、買った記憶ないんですよね。なので斉藤さん初陣行きましょうか。で、勝頼さんとね、鳥さん連れていくと総大将になっちゃうから、カジさん、とりあえず訓練ね。ちょっとこの二人もったいないけどさせましょうか。はい、95あればなんとかなるかな。で、460なんで、140で420なんで3部隊。後ろがね、来れないのがちょっと残念なんですけどね。はい、届かないでしょ。はい、この3人でいきましょう。で、はい、143部隊ね。あ、牙あったかな、見てなかったな。しまった。よいしょ。はい。あ、いけますね。うん。じゃあ、牙隊さん部隊でいきましょう。まあ、勝頼さんおるからね、そう、苦労はせんとは思っとるんですけどね。507でいっか、端数込みでね。はい、行きましょう。あー、たくさん来たね、なんか。場所的に考えて真上に来そうな感じね。おお、ハメさんか。ハメさんはちょっと困るな。倍来た、倍来た。困ったね。山に陣取ってね、あ、見れないかまだ。山に陣取ってね、ちょっと待ち受けたいですよね、こうなってくると。
だと大丈夫、そんな減らない、うん。お坊さん連中がねたくさん来てますよね。訓練度も34、こっちも60が知れてますね。方向転換ねさせときましょう。で待ちます。はい、まあ当然来るでしょうけどね。まあ捉えることが目的かな。おお、わあ突撃で4500減らしてる。こっちもね訓練の11なんで知れてるんですけどね。はい、後ろから行きましょう。まあ半兵衛さん捕らえれればね一番大きいので、はい、ここからまあ通常攻撃で大丈夫でしょう。さあ半兵衛さん頭から来ましたね。さすがに無理か。半兵衛さん捕らえたいな。はい、あとはちょっと待ちましょう。ここね、あー負けてる負けてる負けてる。あー大丈夫か、まだ士気は。あー46あるんだ。ちょっとこういきましょうか。はい、お子さん捕らえられる方が早いかもしれないね。あー突撃ね、ポンチャするね。ちょっと横腹をつつくね作戦に変えとかないと。これは残り3000か。よしよし、攻撃仕掛けてくれましたね。これで、うん、
えますね。これもちょい待ちですね。セカスカ。
雨降ったね。さあ横っ腹から入れるかい。ああいたいたいた。あーしまった、後ろ向いてた。あこっちから行きましょうか。はい、お、あー退却しちゃったね。そうやすやすとはやられないでしょう。わあ、これは結構犠牲の多い戦いになっちゃいましたね。時間かかりましたよね。時間稼ぎされたっていうかね。
工場戦入りましたので、一旦ここで終了させていただきたいと思います。ハオデン130回目でした。ありがとうございました。それではさよなら。